お金をどうやって動かしていったか、その動かし方としてどこで教わってきたのか、でこれはめちゃくちゃね簡単なんです。はい、こんにちは。株式会社ライアート代表塚本真代です。この動画ではこちらです。お金を動かす大切なことは全て〇〇で教わるということでですね、私がですねこのビジネスを始めて、まあ、約2年半、そして、32年間というこのね、まあ、生きてきた中でですね、お金をどうやって動かしていったか、その動かし方としてどこで教わってきたのか、でこれはめちゃくちゃね簡単なんです。まあ、この動画を見ることによってですね、本当にあなた自身がお金を動かすことができると私は信じてます。本当にお金を動かすって、まあ、どんなことかっていうとですね、お店をやってる方で言うとやっぱりお金を動かしていくっていうことは、お客様が来ないと売り上げが上がっていかないわけじゃないですか。やっぱりそれってじゃあどこからお金っていうのが、まあ、動かせれるようになったのか。で、私自身はやっぱりこの2年半前からビジネスを始めていくことによって、お金の動かし方っていうのを学んできました。で、実際にバスガイドの時に13年間やってて、学んだかって言ったらそうではないです。学べなかった。ただ、全てですね、何で教わるかっていうところ、ここすごく重要になってくるんですね。で、こちらが分かってれば、あなたもお金を動かすことが可能になってくるということです。ということは、あなたの収入が一気に変わる可能性ってこの動画を見たことによってあるんですよ。じゃあ何で教わるかっていうところです。じゃん、接客となってます。はい、接客で教わっていくっていうことなんですが、もともと私自身は高校生に入って初めてのお給料っていうのをマクドナルドからいただいたんですよ。本当に学ぶことってたくさんあると思ってるんですよ。で、私は実際にマクドナルドでアルバイトし終えてからもずっとホールで居酒屋さんとか、まあ、オムライス屋さん、焼肉屋さんってアルバイトをずっとしてたんですよね。高校生の時に学校よりもバイトの方が好きだったっていうぐらい本当に接客が好きだったんですよ。で、その中でも、焼肉屋さんで言ったら何が嫌いだったかっていうと、掃除するのは嫌いでしたね。掃除よりもお客様とその接していくっていうのがすごく楽しかったんです。まあ、接客の中で私はね、この笑顔ですね、笑顔を作ることによってその人たちが喜んでくれるとか、あとは、焼肉の食べ放題のコースって普通と上のコースがあったんですよ。この上のコース頼んでくれたらプラス1000円、1人1000円ですよね、1人1000円なんですけど8000円上がるっていうことが分かりました。っていうところからですね、本当にその接客によってもやっぱり変わってくるんです。はい、で、それは自分自身のその、まあ、笑顔であったりとか、やっぱり言葉ですよね、会話術っていうことで、いろんな言葉を投げかけてみるっていうこともあったんですけども、お金を動かすっていうところでは本当に大切になってきます。どうやって動かしていけるのか。で、それは会話であったりとか、あと声のトーン、お話の仕方で、まあ、接客っていうことで、まあ、接するお客様って書くわけじゃないですか。じゃあここの接し方が悪かったら、もちろんお金なんて動かないです。絶対に動かないです。で、昔はもしかしたら動いてた可能性ってあるかもしれません。それは何かっていうと、技術っていうことで、技術職であれば動いてた可能性はあると思うんです。ただ技術職の方でも今はもう技術っていうよりかは、やっぱり人と人のコミュニケーションになってきてるんですよね。その人から買いたいかどうかです。例えば焼き物、すごい高級なお皿とかあるわけじゃないですか。ただじゃあそれを買ってくれるお客様に対して、いやもうこの価値がわからんやつには買わんでいいとか、いらないいらないって言ってたら、今の時代では売れないわけなんですよ。本当に技術職の方からも連絡をいただくんですね。で、この人たちからやっぱ言われるのは何かっていうと、仕事がなくなってきてると。何かしら自分で物やそのサービスっていうのをすごく提供していかないといけないんじゃないかなと思います。接客ですよね。はい、提供するっていうところで考えると、お客様がどうやって買ってくれるか
であるとか、お客様に対してどれだけ笑顔を出せれるかっていうのが、本当に私はやっぱりこの高校生、学生の時から学んだことですし、もともとバスガイドをやってたっていう時もそうですね、全部接客で教わってきたことです。で、こうやって動画を撮る時もそうじゃないですか。もうブスッと怒ってるっていう顔じゃなくって、やっぱりニコニコと笑顔で撮ってるかどうか、あとはまあ声とかもう全部ありますよ。言い出したらもうキリがないんですが、声のハキハキさとかもそうだし、お話の仕方、まあ、ゆっくり話すのか早口で喋るのか、で、これは今この動画を見てくださってる方、あなた自身が私にはできないわではなくって、できる、できないからできるに持っていくっていうビジネスになっていきます。笑顔が苦手だったとしても、笑顔を作る練習っていうのをしてみてください。それだけで本当に人生がガラッと変わります。お金を動かしていくことが可能なんです。重大なことを今お伝えさせていただきました。で、まあ、こちらの動画ではお金を動かす大切なことは全て接客で教わるっていうね、動画を撮っていったんですけども、まあ、この動画を見たことによって気づき、感想で、あなた自身が今からこう変わっていきたいなとか思うことがあれば、どんどんこの YouTube の動画のコメント欄に入れていってください。で、そして、私 LINE アットやってます。個別で私から相談とかね、させていただくっていうことも可能になってきますので、そちらにご連絡いただけたら、 YouTube からこういう動画を見ましたよっていうことを伝えていただけたら、連絡をさせていただきますので、 LINE の方にも登録しておいてください。動画をご覧いただきましてありがとうございます。